謎解き戻ってるし。と思ったらこれが完了してら。で光に来てるやつが、うわ、焼き殺した。えぐい。おらおらおら。金だ金だ。いやっほー。ここ金ために良さそうだよ。いっぱいいるいっぱいいる。回れ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 。おお、コサックダンスの人がいる。話してはしない。めっちゃ金稼げる。大金持ちだぜ。半分終わった。モッセンだ。あ、こいつだ。燃えているってことは氷の意味かな。大ダメは、いた。あ、分身してないし。ゲージがもったいない気がする。殴りに行くか。やっぱ十分ダメージにはなってるな。はや。あっつあっつ。あにー、なんという当たり判定。今回好きだよ。削った。諦めよう。どこだ？どこだ？どこだ？打つまで投げ。出た。終わったかな、そろそろ。よし。魔法使いは強かったですね。踊るがいいわ。楽しい空気のまま終わらせてやるぜ。俺は KY だから空気読める男。 KYM 空気読めるマンだからな。これか。こういうところをよく見なさい。岩が脆くなってるでしょ。で、大型爆弾かな多分。でもゴロンのドッスンぐらいで終わるかもしれないし、試してみるか。ダメか。ダメか。よっ、ずれんじゃねえ。そこまでひどくはないだろう。当たり判定この辺でも大丈夫だろ。あ、まあ OK です。よし、とん。囲まれている。帽子をかぶれ。
背中でついでに焼き殺してるっていう。ついで抹殺ミラーシールドアタック。あれ終わんねえな。もっとか。リリリリリリリン。いたー。あー、やっとたどり着いた。何？矢を回収できるってことは戦いか。っぽいな。ミラーシールドを使いながら戦うボスっぽいな。プラス矢？氷の矢？暗黒の地いかなに忌まわしき光を持ち込む不届き者よ。カーテンが。我がしもべはなすすべもなく倒れた。だがしかし、王様、しもべの住む暗黒は所詮は仮初めのもの。真の暗黒がどのようなものか、己の目で確かめてみるがいい。3対1だ。今しき光って何ですか？だいたい分かってるんだよね。こっちは同じか。先に無視して王様をやっつけるとかダメ？おお、キータ、キータ隊長ではないか。分かってくれたか。にしては人生でかかったもんな、聞いた隊長。騙されるところであった。ダメか。これでさっきのカーテン燃やすんだと思う。わざわざもらって。とりあえず普通に戦ってみるか。で、カーテンどこだ？これか。でこの光で反射させて倒す。眩しい。うお、眩しい。まるで武蔵岩洞のようだぜ。いや。先に、お、こっちも燃やして。眩しい。ほら、眩しいだろ、王様。ほら、ほら、ほら、違うの。あ、な、オッケー、オッケー。倒した後に光を当てる。こう、ひどい。成仏しろよ。来た。来た。はい、来た。防御しながらいる注目。あの二つは風が違うわよ。でも眩しそう。顔が飛んだ。体とは別だ。しかもほらキーンとだ。卑怯だぞこれ。普通に当たった方が早いな。ほら、はまったか。パターン入ったか。どうだ、二人当ててもダメか。じゃあガン逃げか。
いて、この頭にも当たり判定あり。ほら、隙あり。あれ、光がうまく飛んでくれないんだけど。光飛べよ、うまく。パターン入った。よし、よし、行った、行った。邪魔だ、どいてろ。またやられるだろう。お前がヘボだからだよ。もう一遍言ってみー。ヘボ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 。もう言うなぁ。いかな王国、うちの剣の使い手と言われたこの俺に向かって、お前が抜け、剣を抜けと言っているんだ。どうやって体ねえのには。これには苦笑い。このバカ者ども、まだわからんのか。滅びて我らがこんな姿になってしまったのは、小さい争いの積み重ねが原因だったのではないか。仲間を信じ、それに応え失敗を許す、そんな気持ちが我々の心から消えたのは、何者かによってあのロックビルの扉が開け放たれた時からだ。闇に光をもたらすものよ、私はイカーナ王国の王、イゴース・ド・イカーナ。お前のもたらした光によって我々にかけられた呪縛は解けた。この地に真の光を取り戻すには、暗黒の風が吹き出すロックビルの扉を封印しなければならぬのだ。だがロックビルは我が国の数百の兵をして落とせなかった難攻不落の場所。一人で挑むには無謀すぎる。そこでだ、神殿の闇に惑わされぬ心を持たぬ兵を授けよう。お、来た来た。ボン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 。メモっとく？絶対覚えれねえよこんなの。あ、早いって。抜け殻エナジー、キャッチャレ。なんだこの顔。今の自分の姿を残せる不思議な曲だ。仮面で乗り移った姿で奏でれば4つの毛殻が残せるぞ。心を持たぬ兵、すなわち自らの抜け殻を生み出すことのできる力だ。我が王国に真の光よ。なるほどな、これを足場にスイッチをしていくってことだな。これ今からいっぱい使うからメモっとこう。全部覚えれたな。右左右下右上左、よし。これで神殿までの道を開通させたら、セーブしてから神殿にチャレンジかな。もっと金も預けないとな。超金も預ける。もう500なっちゃうなこれ。マックス。うさぎ、うさぎ、うさぎさんだよん。さーて、神殿への道を開通させるぜ。ここじゃないな。あそこは妖精の泉だっけ。ここだ。
あれ？よしよし、これで OK かな。プラスフックショット、いわあ、爆弾、あとなんか呪われてる、呪い、そういうのもあるのか。呪いは嵐の歌で治るんだって、まあいいか、別に呪い状態でも剣なんか当分使うってないし、あ、勝手に時間でも治る。ゴロンになった状態で、抜け殻のエナジー、どんなのできんの。ダルマーニじゃないか、お前行方不明になっていたダルマーニじゃないか。うわ、よしとして、そうか、プラス、次はあった、よし、これか、おい、複雑な動きしすぎだろ。なるほど、意味ねえな、ゾーラか、軽すぎるんだなあいつだと。ぬお魚加えてはないな、お魚持ったまんまだぜ。ここまで来て落ちると泣けるぜ。おい、怖い、よし、前転大ジャンプ、これは、あ、帰る道か、帰り道用か。でも帰るんだったらあれね、大翼の歌で帰った方が早いよね。うん、別スイッチ発見、うわー、生き直しか。まあこれ使って回ったら神殿つくだろう。で神殿前に多分あるだろう。なかったらめんどくせえな。危ねえ、複雑な動きしすぎじゃねえかこれ笑わしてくれるぐらい複雑な動きするな。あーもう
もうめんどくせえ。大丈夫だろうけど。来たらすぐ爆発させる。しねえし。あと一つ。どこだ？あれか。ここは余計なものないな。よし。順番あるかこれ。嫌な予感がしてきたな。ありそうだな。届くか？届かない。やっぱり。1個目のやつを吹き直して。余計なものがなくなったら、戻っちゃったな。複雑だなこれ。で、これで戻して。ああ、乗った状態で戻して一気に行くのか、もしかして。ありえるな。じゃあまた一番初めに降りねえと。状態で拭いて元に戻んのかな。
登ってからの方が楽かな。でここだな。ここでリンクの状態で拭いたら、これが動き出すんだろ。お、行った行った。よしよしよし。ふう、視点怖いって。よし、怖いな。いけるな。それか、そこだ。もう一個そこに見えてる。これか。あ、来た。フクロウの像もある。よし、準備完了だな。よし、じゃあ一旦セーブしてから出直しだ。で、これを使ってこの3つね。で、3つ同時に使って止まるな。そういうことな。順番あるな。右か、まずこれだな。うん、これして次の指定で入り口。オッケーオッケー。よし、オッケーです。まずはグレートベイの海岸行って、体調の面で奥の謎、奥の謎解きまだだ。光の矢取ってからだから今行っても意味ねえや。来たけど意味ない。金預けてセーブしよう。よし、間違えた。別に間違えたわけじゃないけど。さて、どう、クロックダウンに帰る。お、そうだ、ちょうど夜だな。間に合いてっかな。10時超えてるな。なんかいろいろ溜まってたよな。とりあえず500ルピーフルに預けて、1000ルピー粗品、アイリッシュで、マニア行って、なんか面白いもの売ってないかい？ないね。結構あったろ。妖精、もう全部売ろう。虫、イエーイ。妖精50とかない？妖精も20か。じゃあこれただの水も20か。まあいいや、いい小遣い稼ぎにはなった。
65ルピー。よしよし、じゃあセーブだ。ビンビンビン。なんだこの状態。オカリナ。セーブしまーす。